おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。少し前に、西武線のプラレールを入手しました。今回は、前々から YouTube のコメントなどでリクエストが多かった。西武新宿線と西武池袋線が乗り入れする、所沢駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。所沢駅の開業は、1895年と古く、明治時代まで遡ります。現在は、新宿にも池袋にも乗り換えなしで行ける、所沢市を代表する駅になっています。配線図を見ると、3面5線の構造を持つ駅で、西武池袋線側に対比線があり、駅南側に、留置線が2本、平面交差と、立体交差もあり、開かずの踏切も存在し、東急やメトロとも直通運転をしていて、さらに JR との連絡線もあるという、大変、興味をそそる駅の構造となっております。少し前までは、連絡線を使って、貨物輸送も行われていたり、隣接していた所沢車両工場の引き込み線もあったので、鉄道ファンからの支持は未だに厚かったりします。さて、この駅には、クロスレールが存在しています。プラレールには、交差ポイントがあるので、このレールの裏側を使ってもいいのですが、どうしても駅の幅が広くなる上に、3番線のホームが大きくなりがちなので、今回は、伏線ポイントレールを使うことにしようと思います。まずは、簡単に配線図を書きます。クロスするところに伏線ポイントレールを使い、駅に向かって、新宿線と、池袋線のポイントレールをつなげます。4分の1レールでつなぎ目を合わせ、町の駅を使って3面5線のホームを作ります。4分の1レールでつなぎ目を戻し、本川越方面にレールを伸ばします。渡り線や池袋線との合流ポイントも、伏線外側曲線レールやジョイントレールを使ってつなげましょう。また、池袋線の池袋方面と、武蔵野線への連絡線のレールもつなげていきます。新宿線、新宿方面にレールを伸ばしつつ、留置線を作っていきます。池袋線、飯能方面のポイントもつなげたら、伏線曲線を S 字につなげ、坂レールをつなげ、新宿線と立体交差させます。あとは部屋いっぱいに線路を伸ばします。トミカの道路を使って、駅周辺に道路を設置します。東村山7号踏切も再現しておきましょう。あとはペーパークラフトの建物を、いろいろなところに置いて、架線柱を取り付け、立ち木や信号を置いていきます。駅北側に跨線橋を設置し、地下レールと橋脚で、駅のコンコースを作り、トミカの車を置いて雰囲気を出していきます。最後に、ステーションパネルで、西武鉄道株式会社の建物を作ったら完成になります。どうでしょうか。西武線の所沢駅ができました。早速新宿線や池袋線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか。本当は駅の頭上にコンコースがあるのですが、車両や線路が見えなくなってしまうので、今回はカットしました。屋上には、とこにわという線路がある庭園もあるので、所沢駅を再現したい人は、これも考慮してみてもいいかもしれません。ここまでご視聴ありがとうございます。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは、最後に走行動画と全面展望をお楽しみください。